こんにちは、カンクピーカーチュニワテヒです。はい、今日は悪霊狩猟団カウンターズ2の感想レビューをしたいと思います。はい、終わったー、よかったー、よかったな、もうめっちゃ感動して泣いた、この泣かない私が。そう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 。ほんでな、あの何、中に入っていった時に、中に入っていって、あの涙がさ、はい、もう最後から見てまうけど、ぼっちょーんってなって、はいはいはい、虹がバーってなってさ、はいはいはい、もうめっちゃ良かったわ。ちょっと疲れてるんじゃないか。そんなことない。疲れてるかも、いろいろ。そうだからな、なんか私今までさ、DP のな、パクボグムさんな、もう時事号のみでいいわとかな、もうキムサブもないいわ言ってたけどな、やっぱりチョピョンギュ可愛い。可愛かったな。そう、めっちゃ可愛い。可愛いよな。なんなあのこの顔。顔やで、ね、顔。いや、なんとも可愛い顔してんねんな。ね、あれはやばいで。あ、でまた髪型がいろいろ変わったやん。あ、そう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 。あの、黒くやったり、記憶抜かれて、そうやだって。そう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 、なったりとかね。で最後ね、あの修行から帰ってきたらさ、髪の毛まだちょっと茶色なってな。なよかったわよ。よかったな。チョビョンギュ可愛いわ。まあ、せやな。でただ途中はさ、そのソムンの優しさがさ、そうやあだとなりかけて、なかなかな、カモタクとちょっとこうぶつかりかけてっていうところもありましたけど。そうそうそう、まあよかったんだけど、まあ、順を追って話しますとね、もうとにかくとにかくさ、ピルガンとさゲイリーがめっさ悪いやつで、ほんまよ、やな、だけどな、ゲイリーの方がやっぱりすごかったよ、うん、そうやねん、だから途中でおらんくなったらちょっと寂しくなったっていうか、うん、あ、こういうパターンかって一人一人な、 あこも仲間割れしてさ、そうそうそう、まあ、悪もんやから仲間割れするんやけどやな、やっぱりもうキャラが強烈やったやん、そう、もう最後のな、花にさこう召喚される時の顔がさ、はいはいはい、もうケンナオコみたいな確かになかなかおらんで、ね、この顔と思って、そうなんよ、すごかった、すごかった、もう彼女に圧巻って感じだな、私もだからもうなあれ悪者のキャラクター設定が良くてな、はい、なんかどっちにも思い出あったんやったし、なんかいつもやったらもう悪いやつおったらもうほんまこいつらはよーな、召喚されてもいけ、地獄いけみたいな感じやったけど、はいはいはい、だからもうカンギヨンさんもさ、すごかったやん、悪役ぶりが、もう口でっかいからもうほんまにそうなんよ。でここにそのまた 中途半端じゃないんやけど、魔術族さんがな、はい、なんかもうさ善なのか悪なのかわからんところで、であのドロドロのな、あの泥まみれの後ろについてるアッキーおるやん、はいはいはい、なおばはみたいなやつ、うわーって声出すやつ、うんうんうん、あれな、あれな、あの関西のなレアイさんがな、家族で流行ってな、そう真似してな、みんな喉痛めてるやつ、すごかったあれ、そう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 、だからあの人が途中でカンギヨンさんにかまって寂しかったもん、そうやねん、でんくなったやん、そうカンギヨンがな、が乗っとったら今度そう、だから魔術族がカンギヨンみたいになったんやけど、うん、まあでもその後ほら何回も魔術族の中にドーンって飛び込んでさ、はいはいはい、なその中でも泥仕合がさ、あれすごかったやん、ムーンもさすごかった、なピルガンもまあ魔術族さんは黒、真っ黒になってないけども、な、あのこんなもう隅みたいなのが入ってさ演技してるわけやんか、あれすごかったなと思って、すごかったね、そう最後に出てきてたよ撮影シーンが、あ、そうなんや、うん、あー見てないわ、うん、そうよ、だからさ、はい、もうだから一人もかけずにな、最初テヒさんがさ心配しとったやん、うん、もう誰もかけることなく終わってほしいって、誰かも絶対死んだら嫌やみたいな話して、私もやっぱそれはもちろんそうで、ね、モタコがね、なんかなってもあかんし、花もあかんし、もう、まあ、メオクさん一番心配やねんな、パワー使うからな、そうよそうよ、まあ、せやけども、不死身もすごかったけど、全員の不死身力が、不死身力かな、ジョクボンもな、うん、ジョクボンよかったわ、ジョクボン可愛かったわ、可愛かった、またこれでな、ユインスの株上がって、せやな、あのな、ブジャイクやけどな、ええ俳優やん、もう、なんかあの人も多分名バイプレイヤーになると思うで、ほんまほんま、絶対、いや、なんかな、韓国ドラマ系の YouTube されてる方の投票みたいなのがあってさ、こう誰が好きかみたいな、ああ、だったけど、そうそう、そうそう、迷わずもうジョクボン投票みたいな感じ、あ、まあ、若干ソムンと悩んだけどな、そうやなやっぱり、けど
やっぱりジョグボンって感じだったな。そうか、そうか、うん、私はもうさ、もうソムンが可愛すぎて、可愛かったな。でただな、うんうん、チョビョンギュ君は、うん、よくある昔からよくあるパターンで、うん、これのイメージが強すぎて、うんうん、次のドラムにさ、やっぱりさ変身するのがちょっと難しいんちゃうかなと思った。それこそさ、ユインスなんてさ、うん、何の役やらしてもさ、うんうん、割とそこにうまいことをピタピタピタってハマってるけど、うんうんうん、でも髪型もさ、はい、変えたらイメージ変わるし、そうか、まあちょっとね、他のドラマでも見たいなってめちゃくちゃ思ったこれで、うんうん、うまいこと転身していい俳優になってほしいなってすごい思ったんですけれども、はい、はい、いやだからさ、もう今回は悪者がね、うん、ジュソクさん、チンソンギュさん、ね、なかなかな、だからもう一つのもう悪に向かって全員で挑むっていう、そうや、なソムーンを守らなっていうその気持ちとさ、うんうん、幼稚園の子がさ、もうアンパンマン頑張れっていう気持ちに同じような感じな、私らもこうやってテレビの子らこうやって送ってっていうさ、うん、感じで、まあまあ召喚されるのは分かっとったんやけどさ、使ってるのは分かってたんやけど、ただなものすごい悪を倒してしまって、はいはい、でも最強ではなかったな、魔術の魔術がほら、いい善良なところが残ってたからさ、それが救いやったやん、 そうやな、それが見えてたからさ、最後さ、うん、ソムンがさ出張行かされとったやん、はいはい、ヨーロッパに、うんうんうん、でそういうヨーロッパ編とかさ、いや私もだからそういうのもなんか、そうそう、なんかそこで終わってる人の中では、うん、あそこまで話完結せんと、うん、そうそうそう、次ユニバーサルな感じで、そうみんなで、うんうん、なもうアベンジャーズいらんよっていう感じで、でそうそうそう、で映画にもなるんかなってちょっと思ってしまって、あ、まあ、日本でよくあるパターンやん、旅立ってほしいよね、うんうんうん、ちょっとこれはあの物語とはずれるんですけど、うん、この前のカウンターズ2の1話から6話のレビューの動画出した時に、カウンターズ見てないっていう人まあまあおってさ、そういたうん、見たことないけど、うん、おすすめやったら見てみますみたいなコメントが結構あって、うんうん、さっき言ってたレイアイさんも、うん、カズマンさんとかもさ、うん、見てなくてさ、うん、で見ます言ってみんな気に入ってくれたのが嬉しかった、そうやな、いやこれな2021年、うん、ネットフリックスの韓国版で、うん、トップ10に入ってて、はい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 、で入ってたのに見てなかったから、はいはい、2人とも見始めたってのがあったよ、最初な、最初そう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 、だからやっぱりちょっと見落としがちなんかもしれんよね、そうかもしれん、だからなんかカズバンさんが言ってたんやけど、ネーミングがあかんと、はいはいはい、最初に悪霊狩猟なんて聞いてるからさ、どうしてもなんかその、まあ、これコミックなんやね、うんうんうん、なんか子供っぽい感じのさ、うんうんうん、なんか面白くないかなっていうイメージが私もあったんよ、なんかお化けの怖いやつなんかなみたいなさ、悪霊ってついてんのかな、そう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 、うんうん、だけどこんなさハートフルでさ、うん、すっきりするドラマなんてね、そうやね、うん、ただなんか DP もこれもシーズン1ほどじゃないっていう記事がめちゃくちゃ出てんねんやんか、そうやね、しかも、うん、この2なんか12話で切ってるやん、はい、これ変に16話に持っていってたら長いけど、もっと間延びしとった、そうそう、それちゃんと12話で切ってるし、うん、まあ、テーマもまあしっかりしてたから、うん、まあ、1位と比べたらっていうふうに思う人もおるかもしれんけど、うん、まあ、十分楽しめたかなって感じで、そうよ、うん、だってもうな、門が強くなってるところの心やからさ、うん、安心して見れるやん、うん、そうやね、門に任せたらいいみたいな感じでさ、うん、そうよ、あの能力もさることながらあの正義感がな、気持ちよかったよね、そうなんよ、うん、だからもうソムンの記憶ゲイリーに消された時さ、うん、もう何してくれてんねんって思って、ほんま腹立ってんけど、またあの笑い方がすごかったよゲイリーの、いやもうほんまにな、みたいなさ、そう、でもよかった、うん、悪役もかっこよかった、なんか知らんけど、そうね、2人ともよかったね、よかった、あのキャラクターがさ、すごかったです、はい、ということでカウンターズね、期待を裏切ることなく、はい、ね、楽しく終わらせてもらってよかったですよね、はい、はい、ということでこれからも韓国ドラマや映画のレビューたくさんやっていきますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします、 SNS の方も開設しておりますので、よろしければそちらのフォローもお願いいたします、ご視聴ありがとうございました。それでは、アンニョン。